1999年の日本ハムファイターズでは、1999年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、上田理事監督の5年目のシーズンである。上田監督5年目のチームは今年こそ優勝するべく、退団したジェリー・ブルックスに代わって、マイカ・フランクリンを獲得。また、ナイジェル・ウィルソンが4月以降怪我で離脱するとその穴埋めとして、 シャーマンオバンドーが加入するなど外国人が、打線の中心になったチームは5月まで大英と、ゲーム差なしの2位にとどまり、このままいけば優勝かと思われた。しかし、前年 A クラスの原動力で開幕投手も務めた岩本勤や関根博之は、自己最多の勝利を記録したが、今関勝が不審に苦しみか根村明、エリックシュールストロームが、怪我で離脱するなど、 不審者と故障者が続出。打線ではこの年一類のポジションを獲得した小笠原道博の台頭があったものの、それ以外の選手は交付調の波が激しく、6月に再開に転落。8月以降は同じく投げ会の近鉄を抜き5位に上がるものの26年ぶり優勝の大英や A クラス常連の西部に水をあけられて2年ぶりの B クラスに終わった。シーズン終了後、 毎年のように優勝を期待されながらも失速した。責任を取り上田監督は優待。公認の監督には1994年まで日本ハムでプレーした大島康則が6年ぶりに復帰することになった。ありがとうございます。